ハワード・ジョーンズハワード・ジョーンズは、イギリスのミュージシャン。1980年代に流星した、エレクトリック・ポップ、シンセポップの代表的アーティストである、イングランドのサザンプトン出身。7歳からピアノを弾き始めた。家族の仕事の関係で、各年でイギリスとカナダを往復する生活であり、友達がなかなかできず、音楽にのめり込んでいったという。その後、 ミュージシャンとして成功する夢を抱くようになり、10代の頃からバンド活動を始め、主にプログレッシブロックを演奏していた。パンクバンドに入っていたこともある。王立北部音楽院でクラシックを専攻したものの、中退し、工場の労働者やピアノの講師などをしながら地道な音楽活動を続けた。1983年、w 年、e レコードとメジャー契約にこぎつけ、デビューする。 1983年10月、シングル、ニューソングでデビューし、全英3位の大ヒットとなる。さらに、ホワット・イズ・ラブハイド・ n d s シークとヒット曲を連発した。翌1984年3月、ファーストアルバム、かくれんぼを発表、同アルバムは、全英1位に輝いた。当時最先端のシンセサイザーを駆使しながら、決して尖らず、 ポップで親しみやすいサウンドを作り出し、第二次ブリティッシュインベージョンの波に乗って世界中で人気を博す。日本でもアイドル的な人気があった。1985年3月、セカンドアルバムドリームイントゥアクションを発表した。それに先駆けて発売されたシングルオンリー・ゲット・ベターはアメリカのチャートでも第5位のヒット、また同アルバムからのシングルカット曲。 悲しき願いは、アダルトコンテンポラリーチャートで1位に輝いた。英米両国で人気を博すミュージュシャンであり、ライブエイドにも参加した。なお、ローリングストーンチで1986年度のベストキーボードプレイヤーに選出された。初期のライブは、ハワードが一人でシンセサイザーを演奏し、パントマイムダンサーのジェドホイルがパフォーマンスを繰り広げるというものであった。 1984年暮れの全英ツアーあたりから、ドラムにトレバーもレース、ベースに弟のマーティンを迎えるなど、バンド編成になった。1984年7月には、プロモーションのために、初の来日、同年9月には日本で、初ライブを行っている。なお、NHK ホールでのライブは、ビデオ、ハワード・ジョーンズ・イン・ジャパンとして発売された。 その後も1985年8月、1986年12月、1987年6月、1989年8月、1994年1月から2月と、しばしば日本を訪れてライブを行っている。2008年9月、14年ぶりに来日し、東京や大阪、福岡でライブを行った。 1986年10月発売のサードアルバム、ワントゥワンあたりからセールスが落ち始め、1993年のベストアルバム、ベスト・オブ・ハワード・ジョーンズの発売後にメジャー契約が打ち切られた。その精神的なショックから仏教徒に改修、創価学会インターナショナルのメンバーとなる。以降のアルバムは主に自身が主催するディートックス、レーベルからリリースし、現在も 地道に活動を続けている。なお、音楽的には、1989年のアルバム、クロスザットラインまでは、テクノポップ路線、1992年のアルバム、インザ・ランニング以降は、ピアノやギターといった生の音を重視した、アコースティック路線に対別される。2001年7月から9月まで、リンゴスターのオールスターバンドの一員として、ツアーに参加した。 2003年9月20日、ロンドンでデビュー20周年の記念コンサートを開き、デビュー当時の古い機材を使用したレトロセット、ピアノ演奏を主としたアコースティックセットを含む4部構成の長時間にわたるライブを観光した。ジェドホイールとも久しぶりに共演し、パフォーマンスを繰り広げた。ありがとうございます。